1942年2月19日、大統領令9066号に署名された。追憶の日は、第二次世界大戦中の日系人の強制収容を追憶する日。1942年2月19日、すべての日系アメリカ人が収容される大統領令9066号に署名された。2月19日前後に、全米各地でイベントが行われる。 1978年11月25日、日系アメリカ人の強制収容に関する初の追憶の日が強制収容賠償委員会によりワシントン州で行われた。全米日系アメリカ人市民同盟のほか多数の協会、退役軍人団体、社会組織が共同スポンサーとなった。1942年に、 日系アメリカ人の第一次強制収容所として使用されていたキャンプハーモニーや土地のピュアラップフェアグラウンドがメイン会場となった。当初反対されたが最終的にウエストワシントンフェア委員会は無料で会場を使用することを投票による満場一致で同意した。周辺は収容者の一部が通った経路であるピュアラップからシアトルにあったシックズ・スタジアムまでのパレードを率いるため 1942年に使用されたものと類似した複数の大型トラックを対応した。主催者には中国系アメリカ人作家のフランク・チンもいた。2014年2月22日、シアトルでの追憶の日イベントにて、J ・平林による両親ゴードン・平林とエスター、夫妻へ捧げる暗黒舞踏1997年、ワシントン大学アメリカ民族学部が追憶の日に、 関する講義を行い、以降3年を除いて毎年行われている。2008年、ロングジャーニーホームと名付けられた式典において、大統領令9066号の影響を受けた、日系アメリカ人、生徒449名全員に名誉学士号を与えた。2003年、ワシントン州は追憶の日を公式に認めた。1979年2月17日、 ワシントン州でのイベントから3ヶ月弱で、オレゴン州において最初の強くの日のイベントが行われた。ワシントン州と同様、1942年にポートランド第一次強制収容所であったパシフィックインターナショナルライブストックエクスポジションで行われた。2013年、カリフォルニア州サンフランシスコにあるジャパンタウンで式典が行われた。 ロサンゼルス軍は追憶の日を公式に認めている。ありがとうございます。